テポドンの核弾動画発射、テポドンの到達時間は5分、テポドンの着弾予想が東京新宿中央公園上空。はい、どうもタニアンです。本日は後半戦ですね。張り切ってまいりましょう。あの、今僕が歌ってた曲、最近結構流れ通すよね、 YouTube の広告とかで。あの、なんかいろいろと言われてるらしいですけど、なんか僕頭の中残っちゃって、なんかもう最近これ口ずさんじゃうんですよ。不謹慎やなって思いながらも。もう、いきなり半径の話していいですか？あの、この曲の中に、母さん、姉さん、僕に構わず走ってくれ、迷わずに地下鉄へって歌詞があるんですよ。僕、これ無理じゃねえかなと思って、もし僕が家族とか、あの、大事な人とか、一緒にこう逃げてたら、多分、僕、その人が足を怪我したりしたら、引きずってでも、抱えてでも、一緒に地下鉄に行こうとすると思うんですよ、僕は。もう、ね。皆さん、どげ思います？皆さん、できます？そういった方々を置いて、もう迷わずに地下鉄に一心不乱にバーって駆けれます？僕、無理じゃねえかな、と思ってるんですけど。はい、どうでもいいですね。はい。ちゃんと大食いの話をしましょう。大食いの話を。って言っても僕も前半であのお寿司っていう食材に関して僕もお話しさせてもらってるので、あの特に僕からもお伝えすることほぼないんですよ、お寿司に関して。なのでどうしようかなと思ったんですけど、僕の唯一の強みというか、なんだ、僕の武器というかであるこの顎の筋肉に関して少しお話しできればなと思ってまして、今回はお寿司なので正直そげん顎力は使わないんですよ。タイだから少しあの歯ごたえがあるので、人によってはこう顎力使うって方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はあんま関係ないんですよね。で、一番顎力を使うのはステーキとか揚げ物なんですよね。で、僕がなんでこんなに顎力強いのかなってふと思ったんですけど、あの、一応僕今鍛えてるんですよ。まあ鍛え方は一応企業秘密で、あんまりお教えできないんですけど、ただ根本的に僕の顎力って本当にもう昔からの食生活とかで身についたものなんで、昔から例えば僕若鶏よりも親鶏が好きだし、蒸し野菜よりも生野菜が好きだし、好きなお菓子はって言われたら僕グミって答えるぐらい結構歯ごたえが強いものが好きなので、多分なんかそういったものの中で知らず知らずにこう身についたものじゃないかなと思ってるんですよ。ちなみに、この噛むっていう行為って、歯茎の育成とか、歯並びとか、あと脳の発達とか、すごくいろんなところに影響を与えるものなんで、皆さんぜひ硬いものを食べて噛むということを習慣づけましょうね。何の話やで。あ、それから、僕の前回のお寿司200貫チャレンジの前編の分、前編の分が、僕初めて YouTube の急上昇の方に載せていただきまして、皆様いつも本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。あまりにも嬉しすぎて、僕昨日すぐ Twitter、Instagram、Facebook につぶやいて、編集作業をしながらも飲んでました。こうやってバーって嬉しくて。で、昨日その編集作業をしながら飲んでて、僕、昨日、お菓子を、これを買ったんですよ。ジャガビー、塩とごま油味と、ジャガビー、ベーコンマヨ味。なんか両方とも期間限定で売ってたので、ちょっと買ってみたんですけど、これ！ジャガビー、塩とごま油味。これがめちゃくちゃ美味しくて、もうちょっと僕、これリピート決定してるぐらい、本当に美味しくて、このベーコンマヨがもうなんかもう存在感薄れちゃうぐらいうまかったんですよ。塩とごま油味、本当に僕おすすめなので、僕が買ったのは一応セブンイレブンでした。100円ちょっとぐらいでしたかね。
でももしまだ食べられてない方がいらっしゃいましたら、ぜひお見かけの場合はぜひ一度ご賞味いただければと思います。何の話これ。これ何の話。もうどんどん大食いから関係ない話になっていく。ダメダメダメ、いつもこんなんやけどな。とか言ったらもう20分やん。あと10分しかないやん。ごめんなさいね。じゃあちゃんと解説していきましょう。解説をね、解説というか、今回の僕のそのモチベーションというか、このメンタル面の話をしてもいいですか。僕今結構真面目な顔してますけど、15分の段階、この後半戦が始まってすぐとか、僕ちょこちょこと笑顔が出てるんですよ。ニコって笑ってるんですけど、僕普段というか普通ガチの時は僕あんまりこう笑わないんですよ。あんまりというか一切笑わないんですよ。僕の前回のラーメンガチチャレンジの時みたいな、ああいう表情になるので、だからよく言えば自然体でこうご飯を楽しんでる、悪く言えば気持ちが切れてるっていう感じですかね。なかなか気持ちを作るって難しいんですよ。だってこう今僕一人しかいないので、周りにこう応援してくださる方がいらっしゃれば僕も気持ちは作りやすいんですけど、なかなか一人なんで気持ちが作りづらいんですよね。でなおかつ僕本音を言っちゃうと、お寿司200貫握り終えた時点で僕もう気持ちが切れちゃったんですよ。あー握り終わったーって疲れたー言うて、あー実食の撮影したら終わりかーつって、なんかもう本当に気持ちが切れちゃってて、一生懸命頑張って気持ちは作ったつもりなんですけど、前半で気持ちが切れちゃいました。なので今こういう感じだから、なんか笑顔がちょこちょこ漏れてるんですよ。多分、残り時間が5分とかになったらまた笑ってくるんですけど、僕なかなかね難しいんですよね、気持ちを作るって。とか言ったらあともう残り8分ぐらいですかね。どうしましょう。僕もお話しする内容がない。まあどうしよう、何をお話しよう。あ、じゃあこの時間をお借りちょっと告知をしてもいいですか。前から兼ねてから一応ね、告知してた6月18日のイベントの分なんですけど、今回なんとなくこうイベント内容が決まってきましたので、今回僕以外 その大食いのスペシャルゲストっていうのも一人じゃないですよ。何名か来てくださいますんで、その方たちとのエキシビションマッチの内容もやり方決まってきまして、なおかつその日限定の、プレゼントっていう景品っていう形で、販売じゃないですよ、なんかこのグッズが当たるゲームみたいなものもしようかなと思ってます。お席もまだ余裕がありますので、皆さんもしよかったらぜひぜひ遊びに来てください。詳しくは僕のブログに書いてますので、そっちのブログの URL も下の方に貼ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。さあどうしようかね、何をお話しましょうかね。っていうか僕が凍ったら逆にあれかな、僕が食べてるところあんま集中できないかな。というわけで一旦このワイプを切ってもいいですか。残り時間が7分ぐらいなので、7分ぐらいならまあいいかなと思います。思いますというか、まあなんとか皆さんも飽きずに見てもらえるかなと思ったりもするので、じゃ一旦僕ワイプを切りますね。このまま最後7分ぐらい、もしよかったら最後までお付き合いくださいませ。
はい、やっぱり帰ってきちゃいました。なんか寂しくなっちゃって、このワイプがない映像を見てると、すいません、また僕話してもいいですか？ですね、僕がこう食べてる中で、たまにこう、ちょっと、なんて言うだろう、眉毛がこう寄るというか、眉間にシワが寄るというか、なんかちょっと、うんとなる顔があると思うんですけど、あれは、僕まだ全然お腹いっぱいではないんですよ、これ。お腹いっぱいで、なんか、わあ、もう食べたくないって思ってるわけじゃなくて、今回お寿司を、本当僕ギリギリの枚数で切ってたので、例えば尻尾の方とか、結構筋張ってるところも全部ネタにしてるんですよね、これ。だから、硬いんですよ。筋がすごく入ってるので、尻尾の方とかって。そこら辺を生で食べてるから、硬くて、繊維が噛み切れなくてああいう顔をしてるんですよ。たまにこう、ん？って僕がこう首をかしげるのは、ここは噛み切れねえなーっつって、おかしいなーって言ってるのがこれですね。だからこう、お寿司とかを限界までネタを取ろうとするとこうなるんですよ、皆さん。これは覚えた方がいいですよ。ちゃんと、美味しいところのネタを使いましょうね。先っぽの方とか、硬いところは荒炊きにするとか、なんかそういう風な使い方をしましょうね。僕からのアドバイスでした。何のアドバイスやね。誰も200巻なんか逃げようとせんて。でちなみに今回前のコメントにもあったんですけど、僕が今着てる服ってノー刺身ノーライフっていう、もう魚好きからしたらたまらない服を着てるんですけど、これ福岡で流れてるローカル番組の、ゴリパラ見聞録っていう番組のシャツなんですよ。番組 T シャツで、僕このゴリパラ見聞録の大ファンでして、過去のゴリパラ見聞録の番組を見返しとったら、多分ですよ、僕がインタビューとか受けてるとこが見れますので、一応今回の僕、時は僕がお願いした旅先に、お三方が行ってくれたりとかもあったんですよ。僕が、まあ、なんかテレビ東京さんの元祖大喜利を出る前の話ですね。あれが僕のなんだろうな、テレビ初出演になるのかな。っていうお話でした。皆さん、今のこの感じ、残り時間が2分半ぐらい、残り2分半でお盆1個なんかもう無理やんって思われるかもしれないですけど、わからないですよ。もしかしたら残り時間2分とかで、僕がダイソンみたいにブワーって全部、もうブワーって全部食べちゃうかもしれないですからね。まだわかんないですよ、これ結果は。さあ、どうなるでしょう。なんとなくもう予想を作っちゅう。ではな、残り時間2分なので、ここら辺で本当に今回は、僕は置いてましょうかなと思います。このワイプの中でも言っておこうかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。
すいませんでした。いやー全然ダメだったね。マジで。うわーびっくりした自分で。いやー159巻完食。全然ですやん僕。マジか。また鍛え直しやないちから。いやでもね僕今回ね学んだことがあるよ。自分でお寿司は握るもんじゃねえ。びっくりした。お寿司屋さんで食べるお寿司とこんなにも違うよね。自分で作るともうこれシャリじゃないもん、おにぎりだもん。全然。いやダメだわ。テレビでやってたやつは自分でお寿司を頼んで、でそれをもらって食べるっていう感じだったけ、絶対僕の今のこの状況の方がかなり恵まれてる環境のはずなんですよ。それにもかかわらずこんだけの個数しかいけんかったっていうのは、一番大きい理由は僕の実力不足で、もう一つが高くつくと思ってケチったのがもう一個の理由。いやー全然ダメでしたね。なんか僕ずっとチャレンジ失敗してる気がする。まあ、とりあえずは夏に向けてもう少し僕も頑張っていかないかんかな。まあまだ5月だからまだ許される。でもなんかすごくなんかこう残念な感じの動画で終わってしまいましたけど、今日はこの辺で終わろうかなと思います。うわ次のチャレンジこそ成功したい。で何よりそんなにこうお腹が満腹になってないのに食べきれてないのが一番つらいね。やっぱねすごくなんか悔しいね。まだまだやな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では度6月18日に福岡は博多でイベントを行うことになりました。皆様とお会いできるのを心より楽しみにしております。